有明アリーナのファン不満爆発。全国ツアー待望論の真相は地方組ファンの声が拡散中。ナンバーアンダーライン愛全国ツアーは果たして実現するのか有明アリーナでのナンバーアンダーライン愛ファンの不満が爆発しています。彼らは全国ツアーを本当に望んでおり、彼らのアイドルに会いたいと絶望しています。しかし、 チケットの入手が難しい状況にあるため多くのファンは海外のフェスやライブでの出演を期待しています彼らの声はアリーナに行ける人々が思い切り楽しむよう促す中で彼らの気持ちを端的に表現していますしかし一人4枚までのチケット購入制限や本人確認の不備などチケットの取得方法にも不満があります転売の容易さや 高額なチケット価格もファンの不満の一因です。彼らはタッキーに対し改善策を求めています。彼らの声はファンクラブの特典やチケットの枚数制限、申し込み方法の見直しを求めています。全国ツアーの実現を願う声も多く、特に地方のファンは熱心に待ち望んでいます。彼らはタイミングが大事だと感じており、 タレントが世界で活躍する姿を期待しています。一方で、地方民は全国ツアーの開催を望んでおり、彼らの声が力強く表現されています。ファンクラブ会員たちは、得点の充実や、チケットの当選確率の向上を求めています。彼らは、自分たちの支持を示すために精一杯努力する一方で、タレントに対する感謝の気持ちも示しています。 彼らの声はファンクラブへの期待や要望を明確に示しています。全国ツアーの実現やファンクラブの特典の改善などファンの声は多岐にわたっています。彼らは自分たちのアイドルに会いたいという強い願望を持ちながらもチケット入手の難しさや転売の問題に直面しています。彼らの声はタレントや関係者に対する期待や要望を真摯に伝えています。 ファンクラブ会員たちは特典やサービスの充実を求める一方でチケットの当選確率の向上も願っています。彼らは自分たちの支持を示すために精一杯努力する一方でタレントに対する感謝の気持ちも示しています。彼らの声はファンクラブへの期待や要望を明確に示しています。これらの声はタレントや関係者に対して 彼らの願いや要望を真摯に受け止めるよう訴えています。彼らの声をしっかりと受け止め、ファンの期待にいられていくことが大切です。有明アリーナでのナンバーアンダーライン愛のファンの不満が爆発していますね。理由は様々ですが、彼らの全国ツアーが本当に実現するのを待ち望んでいるファンが多いようです。しかしながら、 一部のファンは海外のフェスやライブでの経験も重要だと感じており、彼らのスケジュールを考慮してほしいという声もあります。チケットの購入制限が多すぎるという指摘もあります。一人4枚まで買えるという制限は、転売の容易さを招いているとの意見もありますね。さらに、地方のファンからも全国ツアーの実現を待ち望む声が上がっています。彼らにとって、 タイミングが重要であり、世界的な活躍も期待されています。転売に関しても批判的な声が相次いでいます。転売サイトの存在自体が問題視され、正規価格での転売を求める声があります。また、当選したチケットを転売する行為にも反感が示されています。ファンクラブの特典に関する疑問も投げかけられています。 特典の届かない状況に対する不満があるようですね。全体として、ナンバーアンダーライン愛のファンたちは、彼らの活動に対する熱い指示を示しています。全国ツアーの実現を切に願いつつも、より公正なチケット販売や転売対策など、改善を望む声も多くあります。果たして彼らのファンの声は届くのでしょうかファンクラブの特典も含めて、 彼らの活動に対する期待は高まるばかりです。有明アリーナでのナンバーアンダーライン愛のファンの不満爆発の背後には様々な理由があります。彼らの全国ツアーに対する熱狂と期待、そして達成されぬ願いが彼らの心を揺さぶっています。考えてみてください。有明アリーナに行けるファンは思い切り楽しんできてほしいという願いがあります。 彼らは推しに至近距離で目が合ったら意識が飛ぶほどの瞬間を待ち望んでいるのです。しかし、チケット購入の過程や制限がファンたちの心を苦しめています。一人当たり4枚までのチケット購入制限は多すぎると感じるファンが多いようです。これは転売を助長する要因の一つとも言えます。本人確認がなかったことも、 転売が容易になっていると感じさせます。ファンはタッキーに改善策を求めています。また、転売ヤーが出回っているという噂もあります。このような転売を排除してほしい、との声が上がっています。さらに、全国ツアーが実現すれば、また参戦するファンも多いでしょう。地方に住むファンたちは特に、全国ツアーを楽しみにしています。 しかし、一方で海外のフェスやライブに参加し、経験を積む期間にツアーを組むことも考えられます。これはファンの希望や要望にどのように応えるべきかという難しい問題です。ファンの声に耳を傾け、彼らの要望を叶えるためには、どのような対応が必要なのでしょうか全国ツアーを実現させることが最良の解決策なのか それとも他の方法があるのでしょうかファンクラブ会員の特典に関する疑問やチケットの転売問題、そして全国ツアーの希望。これらの問題はナンバーアンダーライン愛のファンたちの心を揺さぶっています。彼らの願いが叶う日が近づくことを願いながら、彼らの声は聞かれるべきです。 有明アリーナでのナンバーアンダーライン愛のファンが不満を爆発させている理由は何でしょうか彼らは本当に全国ツアーをやってほしいと願っています。会いたい気持ちは強く、有明アリーナの公演に参戦するファンは思い切り楽しんでいます。推しと至近距離で目が合った瞬間、意識が飛びますね。しかし、全落ちしたため、全国ツアーがあると嬉しいと思いますが、 彼らのことを考えると海外のフェスやライブに参加し、経験を積む期間に当ててほしいという声もあります。また、一人当たり4枚までチケットを購入できることに対しても不満があります。これは転売を助長する可能性があるためです。タッキー本島に行きたい人が行けるように改善策を求める声もあります。さらに、 10万円以上のチケットも結構売り切れていたことも指摘されています。転売に関する噂もありますが、これらの転売ヤーを排除することが望まれています。ファンは全国ツアーが実現すれば再び参戦することを約束しますが、地方に住むファンたちは特に全国ツアーを楽しみにしています。チケット購入の枠や当選方法についても意見が分かれています。 特に地方のファンは全国ツアーを希望しており、チケットの枚数制限や当選方法の見直しを求めています。また、転売ヤーによる高額転売も問題視されています。一方で、ファンクラブ会員は特典の鏡が届いていないという声もあります。ファンは推しに会いたいという気持ちは強いですが、 それを実現するためには、公正なチケット販売や適切な対応が必要です。全国ツアーを待ち望むファンの声が溢れる中、ナンバーアンダーライン愛のチームはどのように対応するのでしょうか彼らの活動がますます注目を集める中、ファンの期待に応える形となるでしょうかこれからの展開がますます注目されます。